お願いします。はい、よろしくお願いいたします。寒くない？寒いですね、今日。寒いだろう、はい、座ってるやろ。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、これね、はい、ちょっと開けてください。きついところですか？肩こりと、あ、何なんですか？なんか末端冷え性とかって治せるんですかね？どこ？手と足の冷え性がすごくて、はい、夜眠れないんですよ、それで。末端冷え性か。末端冷え性。末端冷え性はね、しょうがないよね、あれね、あの本当。もう無理、また昼もね。待ってね、見る？肩こりあるね、最後。代わりから行きます。寒がりだろう、すっげえ寒いです。でしょ、こんな人も。物でわかりますよね。物でわかる、寒がりだろうなーっていうのは。先週は下半身寒そうだからさ、思わずかけてしまったよ、俺。ごめん、熱い。寂しい。寂しい、いや、食べないじゃね、寒い。とりあえず力加減いかがでしょう。あ、ちょうどいいです。めっちゃ気持ちいいです。マッサージを受けたことありますか？え、ないです。ない。はい。やっぱみんなないんだな。受けたいんですよね。興味はあるんですよね。はい。そう。マジで大興味があるんだけど、みんななんかやっぱ。本当に寒いっていうか、仕事でなんかお給料出てから、お金安定してからこういうのみたいな。それはありますよね。だけど、その時はぜひどうぞ。あれは全然行きますよ。相当先の話ですけどね。言えてですよ、1年後くらいです。あ、そうかそうか、はい、そうか。全然行きます。初給料は何に使いますか？初給料は何使おう。あ、でもボーナス出たら、とりあえず両親に、両親に、なんか買ってあげる。あ、世界であの旅行とかね、まあ、いろいろね。偉いなぁ、さすが。さすが女の子。男にはない発想。そうなん。男は自分のために使うから。ほんとそれな。ちょっとあれだな、行こうか先にな。ちょっと行きますよ。じゃあ雪が降る時は無理じゃん。風が降る。いや、いいよ。あ、分かった。風が吹くからさ、朝になって一人でここに今日ゴール。あの、今はその中です。今は見てあげて、姿勢だけ。いいよ、おめかししちゃって。はい、じゃあね、これ腕を制します。腕を後ろに回してね、これ、あ、これ片方だけで、こちら楽、こっちもブラーンって感じでお願いしますね。はい、こっち行きます。硬い子、一番硬いんじゃないか。結構硬い。ここ下入るんだけど、この上の部分、ここがだいぶ固まってるから。痛いでしょ。ちょっと癒着気味。猫背進行済み。あ、マジっすか。そう、だから気をつけて。力抜いてる？力抜いてる？本当？比較的硬い方だな。まあ、マッサージってあのこう、ま、お体のこう検査でもあるんで、どこが悪いかっていうのは分かりやすい、自分の中で。今進行している悪いところ。大変ホタってるんで、皆さんね。はい、OK。 はい、こっち。ちょっと来ます。痩せ型ではあるんだけどね。反り腰やね、お姉さんね。え、そうなんですよ。反り腰だろ、これ。反り腰です、めっちゃ私。それで腰とか痛くなるんですよ。でしょ、はい、もう肩甲骨から分かりますもんね、反り腰が。そうなんだ。だからもう一回してお願い。まあ、ここは押さないとね。自分の中でストレッチした方がいいですよ、寝るときにね。あ、反り腰を直したいんであるだろ。そう、直したいですね。パイプ座りしてこう抱え込む運動ってあるんですか？
抱え込む運動。そうそうそう、仰向けに寝てるでしょ、はい、で両膝を抱え込んでグーッと持ってくるんです。そうしたら骨盤がこうなってくるんで、今結局こうなってるんで、こうやるんですよ。グッてやってくる、はい、抱え込んで、まあ今から覚えとる。分かりました。将来的な話ゆっくりやっていいけど、無理しても悪いからね。やばいよ、ちょっとね、腕バンザイします。伸ばします。末端冷え症、末端冷え症、はいはいはい。足と手、とりあえず手からいこうか。手、はい、ここでもうラッピング。はい、じゃあこっちだね。力抜く、力抜く、力抜く、力抜いていい、はい、力入る人結構入っちゃいますね。人それぞれだな。これって精神によるもんだからね。なんか冷たいわですよね、この時期からこんなあれなんだね。寝る時とか、うん、本当になんか冷たくて眠れないんですよ。マジで、はい、かわいそうだね。しょうがないんだよね、本当に。ちょっと太った方がいいかもしれない。あ、そうなんで、やっぱり、うん、いや、なんか最近痩せてしまって、うん、でもなかなか、え、コロナなのに、うん、あんま食べないの。いや、なんか食べてるつもりだったんですけど。あ、燃費が悪い方なんだね。そうかもしれないです。おはよう、おはよう。とりあえずね、ちょっとこう、おはよ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 う、とりあえずね、な、手は、おはよう、おはよう、指が細いから鳴らない。本当はこれ鳴るんだけどね。あ、そうなんですか。まあ、自分手はだけだ。あったかいです、めっちゃ。マッサージしてるとね、あったかくなるんだよ、これは。あ、でもなんかあったかくなりました。ちょっとやってあげるじゃあよ。はい、血を巡らせますからね。やっぱ肩から今やったんで。あ、確かに。そうそうそう。人間の血ってやっぱ。高くなった気がする。触ると全然違うんですよ、人間って。ほんだいたい1分ぐらいでね、血ってこう巡るんですけど、こうマッサージするだけでやっぱ。あ、マッサージ受けた方がいいよ。いいですよね。うん、受けた方がいい。受けた。将来的に絶対受けた方がいいわ。受けます。仕事では腰悪くなるのはもう確実に目に見えるあ。下手したら、相当硬くなるよ。うん、ガチで、本当に。だから気をつけてね、マジで。定期的にじゃあマッサージ受けに行ってます。お金入ってからね。お金払って帰りたいんだよね。今のうちってまだ保険聞いてるから、そういうお体っていうのはね、若いから。十分大丈夫。足だね。足。足は、あ、これブーツだろ。ブーツなんですよ。脱ぐ？あ、脱いでもいいですか。末端やからね。これは冷え性速攻治る。いいガチですか。ガチ。今だけでも全然やっぱいい感じになるから。はい、失礼します。はい、こう楽にしてね。はい、こうしましょう。はい、そうしたらいいんですか。基本的に冷え性っていうのは、はい、血が巡ってないので、これこれこれ、もうこれやりまくるしかない。自分でからあ、ちょっと冷え性が来てるなと思ったら、なんちゅうかこう足をこうね、これやるとこのふくらはぎのこう第二の心臓って言うんですよ、この。そうなんですか。心臓の役割に近いやり方になってます。こう血が溜まりやすいんですよ、すごい。で、冷え性で人っていうのはこの血が戻らないんですよ。あ、そうなんだ。っていうことは戻るっていうのはこの歩くことです。これやることによって、このふくらはぎが筋肉収縮を起こして血が心臓まで持っていくんですね。心臓っていうのはやっぱ燃焼の場所なんで、基本的にね、熱を作る場所なんでね。だからこういう自分の、あ、寒いなと思ったらこうやって動かす。これをやってみますね。1分間でもいい、やってみてください。でこう、これ気持ちいいと思うけどね。気持ちいいです、めっちゃ、うん、でしょ、はい。末端冷え症の、まあこれどっちかというとリンパマッサージの技なんですけどね。まあ真冬じゃなくてよかった。確かに。なんで足やってもらえよ。はい、OK。 はい、足を、はい、こっちまず片方からね、はい、埋めます。
はい、どうぞ。じゃあ反対いきますよ。はい、よいしょ、はい、こう寄せてください。まずこっちいきます。でもどっちかというと手の方が冷たかったな。ですよね。いや、でも冬場は要注意だ。はい、こう伸ばしていきますよ。グイッグイッ。うん、でも普通にマッサージ60分受けた方がこう冷え性とか改善できますけどね。人にやってもらうのが一番ですよ、間違いなく。何でもそうですよ。料理だろうと何だろうとね、もう本当人からマッサージって普通に何でもやっても気持ちいいもんね、本当。自分でやってもらうと全然違いますね。うん、ですです。まあ、いやでも看護師さんは大変だろうな、病人さんはいいけどね。綺麗な人にやってもらうとかいいだろうな。介護士もな、本当大変だろうけど。女性仕事やから大変と思う。女性世界だからね、本当。はい、もう一回いきます。はい、はい、切れば、はい、お気持ちいい。オッケー、よし、俺が疲れた。ありがとうございます。ちょっとラスト肩でいきますよ、はい、あ、トーク戦忘れた。はい、行こう。このままやったら映ってる。はい、行こう。はい、結構痛くないですか、これ。マジ痛い痛い。おっさんにはこうテンションがついていけば。長いんですか。この仕事はもう十何年ですね。もう13年ぐらいかな。うん、ずっとなんか湯布院とか宮古とかで働いてます。うん、ずっと宮古、湯布院と大分駅、宮内町、竹町、遠州竹町かな、竹町商店街でちょこっとやってた。無料なんですか、全部。無料で、うん、すごいですね。だって YouTube で金払ってくれるもん。あ、そういうことか。いや、たまにライブ配信だからスパチャくれるよ。 ありがとう、スパチャーって。無料でするのはすごいですね。いや、だってタブでできるもん、こんな。物使わないじゃん、ね、使ってみちゃうから。いいだけよ。別に物使うわけじゃない。かかるのは駐車場代だけ。楽楽楽。よっしゃ、さあ、じゃあラストいきますよ、叩いていきます。はい、10月10日。悪い。ということでこれで終わりたいと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあこちらだけ持ってください。気持ちよかった。ありがとうございます。ありがとうございました。